トベの新ビジネスモデルが切り開く未来、平野仕様と神宮寺裕太の成功の秘密とは、元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺裕太が、新芸能事務所、トベに合流し、ファンの間で大きな話題となっています。彼らが展開するファンクラブビジネスは、ジャニーズ事務所の成功モデルを踏襲したものであり、そのからくりには興味深い要素が含まれています。 この記事では、平野市用と神宮寺由太たの新たなビジネスモデルについて詳しく探求し、彼らがどのように成功を収めるのかを考察します。セクション1、平野市用と神宮寺由太たの新たな挑戦。平野市用と神宮寺由太たは、7月7日に YouTube ライブを通じて都米への合流を発表しました。この生配信では、 二人が元気な笑顔を見せ、100万人を超える視聴者が集まるなど、大きな注目を浴びました。彼らはインスタグラムのアカウントも開設し、フォロワー数も急増しています。この新たな挑戦によって、平野仕様は金プリの公式アカウントを追い抜き、個人としての成功を収めることになりました。セクション2、トベのビジネスモデルとは、 トベは滝沢秀明氏が設立した新芸能事務所であり、ジャニーズ事務所の FC ビジネスモデルを踏襲しています。ファンクラブの開設や会員限定の特典など、ジャニーズ事務所が長年にわたって成功を収めてきた手法がトベでも採用されています。平野市耀と神宮寺勇太のファンクラブも、 コンサートチケットの先行受付やオリジナル動画の提供など魅力的な特典が用意されています。セクション3、平野市用と神宮寺勇太の成功への道。平野市用と神宮寺勇太の新たなビジネスモデルは早くも大きな成功を収めつつあります。ファンクラブの入会には多くのファンが殺到し、サーバーがダウンするほどの人気ぶりです。 ファンクラブの回避収入だけで約25億円もの売り上げが見込まれます。さらに、今後のライブ活動や海外展開によって会員数が増えれば、収益は倍増するでしょう。彼らは個人事務所を設立し、戸ベとの業務提携によって莫大な年収を得ることが期待されています。セクション4、ジャニーズ事務所への影響と将来展望。 平野氏用と神宮寺勇太の成功は、ジャニーズ事務所にとっても大きな影響を与える可能性があります。他のジャニーズ所属タレントが戸部に合流し、同様のビジネスモデルを模索することが予想されます。戸部はジャニーズ事務所の FC ビジネスモデルを踏襲しており、これによって収益の増加や新たなチャレンジへの資金調達が可能になるでしょう。 さらに、平野氏用と神宮寺ゆ太の成功を受けて、彼らが所属する戸部も海外展開に本腰を入れるとの噂もあります。平野氏用と神宮寺ゆ太の戸部合流は、ジャニーズ事務所の新たなビジネスモデルとして注目されています。彼らの成功は、ファンクラブビジネスの新たな可能性を示し、ジャニーズ事務所の収益源の拡大にもつながるでしょう。 平野紫耀と神宮寺勇太の挑戦は、タレントたちにとって新たな道を開くきっかけとなるかもしれません。飛べのビジネスモデルは今後も進化し続け、ファンとの絆を深めながら、さらなる成功を収めることが期待されています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。 ありがとうございました。感謝しています